皆さんこんにちは、声優歌手の遠山奈央です。この度私声優活動10周年ということで YouTube でも様々な企画を皆さんこんにちは、声優歌手の遠山奈央です。この度私声優活動10周年ということで YouTube でも様々な企画をお届けあー、これはもうこのままいこう。もうダメだ。様々な何するの？様々な企画をお届けしていこうと思っておりまして、うん、今日まで今日まで様々な動画をお届けしてきたんですけれども、なんと今回の対談企画はインテンション事務所、私の所属しております事務所の社長の鈴村健一さんにお越しいただきました。どうも鈴村です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。最初からこんな手たらくで申し訳ありません。いや、もうああいうのはね、どんどん使っていきましょう、ね、あ、事務所としては逆か、守んなきゃいけないのか、こういうの。あ、ちょっとこういうの NG を出して。そうか、早速社長としてのなんかダメなとこ見せてしまった気がするな。いや分かりやすく緊張しております。いや、なんかそれ見てたらこっちが緊張してきたよどうすればいいか分かんないもん今。一回飲みます。そうだな、そうしよう緊張すんな、鼻の下に汗かいてもなんか、うん、いいよ、寄らなくていいよ、うんうん、っていうのもですね、あの鈴村さんとこうやって一対一でお話しさせていただくのは初めてに、うん、初めてか、ね、初めてだと思います。初めてですな、うん、そうだね、うん、今まででも最小人数でも3人ぐらいだったと思うので。そうかもね。実はこの私の歌手活動の始まりの時に、うん、音声であのお祝いのコメントをいただいたり、うん、あとはあのライブにもお越しいただいたり、うん、あと勉強させていただいたり、うん、お話はさせていただきつつなんですけど、うん、こうやって皆さんの前でお話しするのは初めて。そうだね。ということになるので、うん、すごく緊張していて、はい、かつやっぱりあの皆様からすると、あ、先輩と後輩っていう感じなのかもしれないんですけれども、やっぱりこう社長って社長、そんな社長感ある？私の中では鈴村さんイコール社長なんですよ、うん、っていうのも、あの現場でご一緒することも今までありましたけど、うんうん、あのがっつりとレギュラーでご一緒するっていう機会がそこまで多くはなかったので、うんそうだね、接点としてはやっぱりこう社長っていうイメージがすごく強いんですよね。確かにそうかもね、うんうん、多分その一番最初にお会いした時のことを鈴村さんは覚えていらっしゃらないと思うんですよ、うん、一番最初って何なんだろうシンキングタイム。そうっすね。いや、これ無理ないと思うんです。ああ、本当に教えて。あの現場の人数もめちゃめちゃ多くてですね、うん、現場としては、うん、テレビアニメスタードライバー輝きのタクトという作品で、おい、あれか。そうなんです、で毎回お互い出番があったキャラクターではなかったので、そうだね、本当にたまにご一緒するっていう感じだったんですけれども、スタドラが私にとって初めてのレギュラー作品だったんです。そうか、そこでもうお会いしていたという。それが最初か。なのでその時社長じゃねえよね。そうです。俺社長じゃないその時。あのでも事務所の先輩後輩でした。そうだよねそうか、そうなんです。だなんかさ、その社長として会ったのいつとか、うん、なんかそういうの遡っちゃうんだけど、はい、現場で最初に会ってるのはそこなんだね。そうなんです。なのでもうスタジオの隅っちょの方でちっちゃくなっていた遠山なので、多分存在が認識されていないぐらいの。いや、それはね、認識してると思う。本当ですか。うん、聞いてたから、そのマネージャーから若いのが今日おりますんでみたいなのは聞いてた。それはなんかね、なんか覚えてる。本当にド新人だったので、うん、その当時の自分の気持ちになると、うん、自分がこうやってご挨拶をさせていただく前から、うん、マネージャーさんを通してでも自分の存在が大先輩に認知されているって思うだけで、もうかなりこうドキドキしますね。あ、そういうもんかな。でもそういうもんだね、確かに、うん、確かにそうだわ。自分が若い時考えるとね、先輩が認識してるってだけですごいことだったもんね。はい、うん、分かる分かる。鈴村さんもそのデビューされたばっかりの時の気持ちってまだ覚えてらっしゃるんですか？うん、覚えてるよ、いっぱいあるよ。大変なことが、大変なことが、いろんなところでよく話してるけど、はい、あのデビュー初めて行ったアフレコの
プロの現場、はい、寝たからね。寝た、うん、どういうことですか。話すと長いからコンパクトにするけど、緊張しすぎて夜眠れなくて、朝10時の現場に行くのにほとんど一睡もせず、朝5時ぐらいに準備して、でスタジオに着いたのが、だいたいスタジオってどんだけね、新人でもね30分ぐらい早く来たらそれはもう十分早いということになるんですけど、おそらく当時2時間以上早く来たでしょうね。で当時お金もないですし、今みたいになんかこう喫茶店みたいなのも気軽に空いてないから、駅でずっと立ってたそんな、ずっと立って、それでもう疲れ果てて、でアフレコに行き、でも初めてのアフレコで緊張するでしょ、はい、で自分の出番が終わって椅子に戻ってきて、こう台本こうやって持ってじっとしてたら眠くなっちゃった。で台本バサッと落として本番中に、本番中よ。ほんでわーってなって、みんなざわざわって雰囲気になって、先輩もみんな見てるし、あこれ終わったと、こんなことで僕の声優人生は終わるんだって思った。それもすごい言い訳したいですよね。そう、でもその言い訳のチャンスはもらえて、その日のね、その日のお昼ご飯を、おいお前ちょっと来いと、飯連れて行ってやっから来いよっつって、いい現場、いい現場でしょ、はい、でね、先輩たちがなんか興味持ってくれて、ご飯連れてってくれた。でそこでなんで寝たんだと、実はこういうことがあって、ね、もう眠くて寝てしまいました、本当にすいませんって言ったら、みんな笑ってくれて、もうそこから本当に救われた先輩たちには。それちゃんと聞いてくださったからよかったですけど、もう可愛いってなるか不真面目って思われるかのもう瀬戸際だったわけですもんね。瀬戸際だよね。でもなんかこんな感じだからさ、なんかあれみたいで、しかもね、なんか当時変な格好してたのよ。え、初めての現場だから、はい、ちゃんとした格好していきなさいって周りの人に言われたわけ、はい、でも本当に貧乏だったのね、うん、T シャツしか持ってなかったのよ。でこれ T シャツいったらまずいぞと、これはあかんぞっつって、友達にね、なんとかならんかっつったら、じゃあ俺のジャケット貸してやるっつって、お借りてきた。嬉しい。からし色のジャケットです。からし色、すげえ色してるんですけどなんでそれを貸してくれたんだろう。そいつしか持ってなかったジャケットは。うわ、そいつが僕よりちょっと体型がちっちゃいんですよ、はい、それ着てたからもうちょっとパツパツのからし色のジャケット。それが居眠りしてしまった。居眠りしたね、うん、だからなんか変なやつがいるなって思われたの。個性の塊ですね。そう、だからそれも良かったんだと。だからからし色のジャケットは本当今思うと救世主だったかもしれない。確かに、うん、ちょっと話聞いてみたいなって思いますもんね。そうだよね。なんであいつあんな格好してんだろうって格好していってるからねいやでもやっぱりこうやって先輩方の話を聞いていると、うん、こう何かやっぱちょっと変なエピソードっていうのが始まりにあるんだなっていうのを今も改めて痛感しましたね。そう、やっぱりこう普通ではないなっていう確かに。でもね、各先輩の話聞いててもそうだもんね、はい、変なこといっぱい起きてるよね先輩たちね。武勇伝武勇伝みたいな。でそれが皆さんこうそうしているっていうのが。あ、そうかもね。だけどもやっぱりその養成所時代によく言われていたのは、うん、そういういろんなインタビュー雑誌さんでこう読んだりとかしていて、うん、そのあこういうキャッチーな出来事が起きるんだ、うん、あこういうのがこうきっかけになるんだって思って木をてらってはいけないってこう教わるんですよね。それな、それよ。よく言う遅刻したら合格する説あるじゃない。あリアルに遅刻したら受かる可能性あると思うわ。それもう一生懸命だから。あでもあこいつ遅刻しようと思ってしてるなはやっぱ伝わるよね絶対。作詞感が、うん、だからこれから声優目指すって人もねもしかしたら見てるかもしれませんけど、よく言う遅刻したら受かる説よくありますけど、作為的に遅刻したらダメです、うん、一生懸命遅刻した方がいいです。一生懸命一生懸命がいい、うん、でもそう言われてみれば確かに初めて受けたそのテープオーディションって言ってスタジオでやるものとは違うその事務所のスタジオでテープを入れて提出するオーディションがあるんですけど、うんうん、その初めてのテープオーディション私遅刻してました。あら、で合格した？2時に進みました。ほら
一生懸命遅刻したらいいのよ。一生懸命遅刻しよう、これからは。でしかもその時のオーディションって最終6人ぐらいまで残って、うん、誰と話してんだろうねこれ私をデビューさせてくれたマネージャーがいるね、はい、存在だけここに、うん、いるね、はい、いらっしゃる、うん、本当は対談もしたかっただろうにね、もうちょっとここに三者面談みたいな感じ、ね、そうなったらね面白かったけどねそしたらあの社長社長みたいな感じになりますね。そうなるね、うん、ドキドキなんですけども、うん、そうなんです。でもそういえばエピソードで私もあるのが、うん、あの事務所に入るオーディションで、うん、あの5人1組で受けてたんですけれども、その時に受けてた女子3人がみんな揃いも揃って特技に歌唱って書いてたんですね。で、女の子たちみんな歌うの得意ならもう誰でもいいからなんか歌ってよみたいな感じで言われまして、もうすっごいどうしようどうしよう、当時花粉症で声が全然思うように出なくて、絶対うまく歌えないけどでもここで弟子ぶっててもしょうがないから、うん、せめて度胸だけでも見てもらおうと思って、はいってすぐ立って、いいね何歌うのって言われて、ただ持ち歌が何にもよく言ったなそこで、うん、もう歌唱って書いてあったんなら用意しておけよっていう話なんですけど、何もない何もない、どうしようどうしよう、でもみんなが分かる曲がいいだろうけど、でも当時合唱部でハモリばっかりやってたんですよ出産率が分かる歌がない、どうしようどうしよう、全部あるとしか分かんない、どうしようどうしようどうしよう、おもろってなって、うん、唯一あ部活で歌ってた主戦の曲、うん、春君がよ歌います、君がすごいな。それが後の国歌斉唱につながったりした、なんか急に始球式呼ばれたりした、まだちょっとお仕事では歌ったことがないんですけども、 いつかやってほしいな、それな事務所としてはそれ営業かけようか国歌斉唱を歌う遠山直美 見たいもん、社長としては。確かに始まりの歌を歌う、うん、歌うっていう、ね、ここぞという時にやろう。あれキー自分で決めていいから高めに出ないように気をつけようね。あ、君みたいな、いきなり高いの出る、うん、そこ気をつけよう。そうなんですね、決めていいんですね、うん、いいらしいよ、難しいんだって。だからそうなんです、でそれで受かったの、それ受かりました。なんて言われたの、その君が代を歌ったことに対して。特にどなたも何もだろうねいい君が代だよねって言わないもん多分それ。もうただただ私も早く終わらないかなって思ってましたし、審査員の皆さんも、あの君が代って結構もう歌い出したらフルコーラス歌うしかないんですよ。サビとかないんで頭から終わりまで歌うしかなくって、確かにね、長いなっていう感じのオーラを感じてたので、そりゃそうだわ。でも折れるわけにもいかず、もうみんなが早く終わらないかなって思っていた時間でした。面白いわ。でもその時間共有したから受かったと思うやっぱね、でもオーディションって何かが起きた時がやっぱ受かる。うーん、僕もその子あの事務所とかに入る前の初めて舞台のオーディションがあったの、若い頃、19ぐらいの時に、その時のオーディションはあのこうもう全然なんていうかな、技術も何もないからもうガッツしかないのね。ガッツならあるからガッツで行こうと思って、審査員の人がこうずらっと並んで5、6人だ、だいぶいるなこれ。うーん、緊張します、ね、でこの受ける側もこうまとめて受けるスタイルのやつだから、あのこう10人ぐらいいるわけで、一人ずつ自己紹介をって言って、何々です、何々です、須野ですって言って、でもバーって言った後に一人の人とパッと目が合った、目が合った後にこの人から目を離してはいけないっていう時間になったの、向こうもそれを感じ取って目をそらさないんですで、これ10対8の中1対1でこの人ずっとこうやって見てずっと見て、でずっと向こうももう下がれなくなっちゃってるから、もうずっとこうやって見て、僕もずっと見てで、やった結果受かったよ。うわー、うん、その方のきっと、うん、この人はいいぞっていう。だってあんなこと起きないもん普通に考えて。で審査員にいる人であの人一回も目そらさなかったんですよ。すごくないですかって絶対言うもん。確かに、その最後の審査の時、うん、だからそれはねやっぱなんか変なことが起きた方が受かるし、でも今みたいなチャンスは転がってる、なんか変なことが起きる、それって意図してないのよね。本当にたまたま目があったからその人と目を離さなかっただけで、自分から誰かと目を合わせてやろうってやったら多分無理だったと思う。でもその起きた偶然とかアクシデントをどうやって自分の中で面白くできたか、
でそれにはさっき言ったようなもうガッツしかない、やるしかないじゃない。だからやっぱそういうメンタリティっていうのはすごく未来につながるよねきっとね、うん、そういうのを勝ち取ったんだなって今聞いてて思った、うん、もうとにかく一生懸命でした、うん、もうこれから君が代を聞くともうずっと豊山ちゃんのこと思い出すわ何かあったら思い出すと。私も聞くたびに当時のことを思い出しますこれしかなかったんだな今鈴村さんはオーディションを受けられる役者さんの立場であられながら、社長さんとしてそのワークショップのこれから声優になるっていう子たちの審査もされているわけじゃないですか。そうだね、2つのこう目線があるっていうことなんだなっていうことに気がつきまして、こう見ていてやっぱりあこの子を合格にしたいなっていう子はそういう一生懸命さが伝わる子だったりするんですか。うん、そうだね、もう結局そういうなんていうかな、才能って何なのって考えると本当に難しくって、まあ、いろんな観点がある。例えば声がいい、これはやっぱ楽器だから本当にそれはもう 天が与えたもうたものだと思うから、それを持ってる人は一つ才能だと思う。これこうそういうこうもともと持ってるもの。でも僕自分の声って全然特徴がない声だっていうところで思って出てきたタイプなのね。だから声は最悪なんとかなるって今でも思ってるし、あの頃の僕は思ってやりくりしてきた。もっといい声のやついっぱいいたし、それこそ、ね、同期で言うと桜井貴宏、今うちの事務所ですけど、はい、やっぱりもうセンセーショナルないい声のやつ出てきたなって業界でも話題になったぐらい、だマジでいい声のやついるぞってなった。でそう考えた時にやっぱいい声ではないからそこには並ぶためには自分なりのことをやらなきゃいけないっていうところは、まあ声の話をすれば、まあ、こういうことだから、実は声で選んでるかっていうとそこはあんまり関係ないかなっていうこと。もちろんいい声の人が声優への近い道はもちろん持ってると思うし、大事な要素の一つだけどね、はい、でもなんかそれ以上にこう、ね、大事なその才能っていうところで言うと本当にこれ難しいけど、これね精神論でガッツみたいなこと言うとすげえ薄っぺらくなるけど一生懸命とか、はい、そういうのを全て内包した上で、自分の見せ方っていうことがこの空間において分かってる人っていうのが僕はやっぱり才能を持ってる人だと思う。それは奇跡すらも引っ張る人、さっきの君が代じゃないけど、はい、で遅刻してきた時にどう対応したかとかもそうだし、その空間において自分がどう見られてるかっていうことにちゃんと意識がある、そういう人ってやっぱり才能を持ってて、これはやっぱり、ね、花につながってくると思う、うん、でこれはもちろん後天的に育てていくこともできるし、そういう意識を変えていった人間はスターになれると思う。だけど元から持ってる人ってやっぱりいるなって思う、はい、うん、そういう人をやっぱり 見たいし、そういう人に出会いたいなってすごく思う。そういう花だったりガッツだったり、うん、ある種センスなのかもしれないですけど、うん、そういうことってそのお芝居で感じるんですか、うん、それともちょっと質疑応答だったりとか、そういうところの素のこうお話の中で見えてくるものなんですか。うん、やっぱりねそこで言うと両方から来るよね。でお芝居ってお芝居の正体ってじゃあ何なのっていうと、やっぱ己の体を使った表現の手段でしかない。つまりはどんだけ言っても材料は自分しかないんだよね。だから自分っていうものをどう使うかってことがお芝居であることはどんなに素人でもどんなにプロでも変わらないって考えると、己がどういうことをやろうとしてるかっていうことに意識があるかどうかがすごく大事だったりする。そうなった時に素人でも今ここで面白いとは何だろうってこと、上手い下手じゃなくて、面白いってゲラゲラ笑わせるだけではなく泣かせるもそうだし、もういろんな要素を含めてですけど、この瞬間ここやったらいけるだろうっていうことをもう自分の裁量で見せられるかどうか、これね上手いとか下手じゃないの、ああこいつ面白いことやったなって、でそれってちゃんと今ここでやりたいことがあるんですっていう意識だから、うん、それが見て取れればお芝居だろうが質疑応答だろうがどっちでも可能性はあるし、それを見てる。以前に私がその歌手活動のファーストライブをやらせていただいた時に、うん、
パンフレットに鈴村さんがコメントを、うん、書いてくださったんですけども、うんうん、その時に私と出会った時の第一印象みたいなことから書いてくださってて、うんうん、率直に最初は地味だったっていう風に書いてくださってて、 それがいつしか花を持つようになったっていう風に書いてくださってて、うん、今お話を聞きながらそのコメントのことがふって思い出されてきたんですけど、うんうん、それは私に関してだと、うん、鈴村さんはどういった点でそういう風に感じられたんですか。大山直にしかできないお芝居をやらなければいけない。お疲れ様でした、ありがとうございました。できそうだなと思うことにチャレンジすることだから、この業界の仕事は気持ちが生徒になる。いいのかなそれ。